皆さんこんにちは、私の YouTube チャンネルへようこそ。首都圏で相次ぐ暴盗事件を受け、警視庁と埼玉、千葉、神奈川の3県警は18日、暴動捜査本部を設置し、幹部らが会議を開いた。8月以降に発生した一都3県の計14事件を重点的に調べる。一部事件で指示役の通信アプリのアカウント名が共通しており、 同一グループが複数のアカウント名を使い分けながら実行役とやり取りしている可能性もあると見ている。情報共有を進めて指示役を特定し、全容解明を急ぐ。警察庁によると、18日午前までに旧事件で計29人を逮捕。闇バイトに応募して集められた実行役らとされ、交流サイト、SNS などでつながる、匿名。 流動型犯罪グループが関与しているとみられる。同日の会議で、警視庁の近い江和に刑事部長が、日本警察の総力を挙げ、一日も早い上位被疑者の検挙を目指す。今こそ刑事の力を発揮すべき時だと訓示した。一連の事件は、未明の時間帯に窓ガラスなどを割って複数人で押し入り、住人を縛って金品を奪うといった手口が類似している。 どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。